講演会の発足式がありました。こんなにたくさんの方が集まっているのも西園寺さんに対する期待の高まりだと思います。皆様お疲れだと思います。これから懇親会に入りたいと思います。日本にはですね、すごく便利な習慣がありまして、大勢の方で宴会を始めるとき、とりあえずビールというふうに言います。というのは一人ずつに意見を聞きますと、それぞれ好みがあるからいろいろありますけれども、最大公約数としてとりあえずビールという、その他の注文なり好みは後でおいおい伝えると、そういう意味で言いますと、私たちの意識はとりあえず再演分でございます。いろいろなご意見が来年以降4年間の間にいろいろ注文を出すということで、まずはとりあえず再演分、この精神でやっていきたいと思っております。どうぞ皆様今日はゆっくりこの後歓談してくださいませ。ではゆっくりおくつろぎください。よろしくお願いいたします。お集まりの皆様方の
熱い心を一つにして台湾の蔡英文総統の堂々たる再選、そしてまた日本と台湾、台湾と日本の友好が一段と強固となってまいりますよう、何卒お力添えを賜りますよう心よりお願い申し上げる次第でございます。今宵は素晴らしい会がこうしてお聞きいたしましたら、昨日は大阪でも行われたということでございます。全国各地に福岡の陳総領事とも大変親しくお付き合いをさせていただいております。必ずや日本中から蔡英文頑張れの声が発せられることを心より念じ上げます。またその一平卒をつなわし出していただきたいと思っておりますこと、お誓い申し上げ、私からのご挨拶に解散していただきます。ありがとうございました。続きまして岡崎研究所理事で元会長の金田秀明先生よりご挨拶を賜りたいと思います。金田先生、よろしくお願いいたします。岡崎大使、この方がですね、主催
災をしておられます。もう亡くなりました。そしてその際に私、まあ、海外から資料を取ったわけでございますが、岡崎研究所に立たれまして言われた一番最初の言葉はですね、彼らの台湾の問題になろうぜということでございました。一も二もなくですね、私も賛成いたしまして、それ以来ずっと今でもこれを二分として今につなげております。防衛関係の協力というのは目立たない形でしかやれません。しかしやれる範囲で非常にやってきたと私は自負しております。わずか20年近くの間でございますけども、例えば対戦障害機、水産新の導入とか、金と球の、これ今金運球というんですよね、護衛疾患の導入とか、そういう際にですね、いろいろと進言をさせていただきまして、元より表だった形ではできませんが、いろいろなパイプを使いまして進言をするということを通じまして、いろいろと協力をさせていただいた。それは今でも残っているという前に思っております。こういうことをずっと続けてまいりましたが、防衛関係だけではやはりいかんのかということで、昨年になりまして渡辺理事長とか今日も何名かの方がいらっしゃってますけれども、日米対関係研究所というのを設定いたしまして、その活動は防衛のみならず、岡崎研究所がやってきました防衛のみならず安全保障全般、こういったところまで広げてやろうということで、実は昨年の、失礼しました、今年の5月の29日にシンポジウムも東京で開いたということで、いろいろなリコメンデーションもその時に政策提言をしてまいりました。今いくつかありますが、何よりもやはり蔡英文総統の関係ございますのが、蔡英文総統が途中に来たというかですか、中国の彼がですね、ちょっと台湾について非常に厳しいことを言った時に対してですね、蔡英文さんがこれに別に今までなく珍しく強い証言の反発を出した。そしてその後、産経新聞ですから、この人のインタビューでですね、日本とのより公的な安全保障関係を構築したいということを捉えました。それに対してですね、我々はこれを日本の政府、政治、これが受けなければならない、しっかりと受け止めて、しっかりと必要な施策を取ってくれたという観点から、その5月29日にやりました日米外交のシンポジウムでございますが、ここでもそれを政策提言、そして共同宣言の中に入れ、そして政治、それから政府、関係筋にですね、提案し、また招かれていろいろ政治家の前でも、説明をしたというところではございます。その基本はですね、日台交流基本という話でございまして、これは今日も関係の結果からの説明があるかもしれませんけれども、今まで、日本と台湾との交流は民間の交流ということに限定されたんですね。これでは本当にいいのだろうということで、安保や防衛問題にすることができないし、何かあった場合にうまくいかない。それではそれらの31数あるんですけども、それらの全てをですね、ついて政府間の責任としてこれを位置づけるというような意味合いで、日台交流基本法というものをですね、政治サイド、政府サイドに示しまして、今それの実現に向けて努力しているところでございます。なかなか簡単にはいかないと思いますけども、ぜひ、それでそのためには努力をしておきたいと継続していこうと思っています。そのためにもですね、やはり、今日まずお集まりの皆様からですね、蔡英文総統と1月11日のですね、総統選挙でしっかりと再選を果たされるよう、いろいろな面で倫理を用意を支援をして参りまいらなければいけないかと思います。どうもありがとうございました。乾杯のご発声は元仙台市長の梅原勝彦先生。
心よりお礼を申し上げます。張忠誠先生、大明先生はじめ関係者の皆様のご尽力に心よりの敬意を表する次第でございます。また本日は大国からわざわざ私が深く尊敬いたします陳義久総統府所長閣下にご一席を賜りましたこと、私からも心よりの御礼を申し上げます。異例の事件をはじめ、台湾の自由と民主のために本当に人生をかけて戦い抜いてこられた陳義久先生を私は心から尊敬するものでございます。さてお待たせをいたしました。乾杯の発声をさせていただくわけなので、通常ですと蔡英文総統の再選を記念して祈りつつということなんですが、やはり選挙ですから祈るだけではダメです。本日ご列席の皆さんはお一人お一人が蔡英文総統の再選のために一票一票、私も経験ありますけれども、一票一票集めることが必勝に向けての大切なことです。台湾の方々、時大好きなんですけど、時にあまりにも逆転がいらっしゃる。台湾で私が行きつけの居酒屋の大将、日本の上司もみんな従業員も親さんもみんな緑陣営ですけど、先月香港の様子をテレビで見ながらですね、私に対して上原先生、もう香港この様子見て、もう来年の総統選挙大丈夫とか言ってるから大丈夫じゃないんだよ。高尾でいろいろ街を歩いてると、陳義久前市長の膝元であるにもかかわらず、あちら様陣営の方々が多数集まってどんさんどんさん、大変な勢いでございます。どうか、私も日本人で有権者ではございませんけれども、できる限りの努力を皆さんと共にしてまいりたいと思います。それでは蔡英文総統の再選に向けて皆様と共に、具体的な、アクションを起こし、戦い抜くことを誓いつつ、皆様と台湾中に、そして世界中に届き渡る、聞こえるような、声高らかに乾杯をしたいと思います。どうぞご唱和ください。乾杯。それではぜひ、こちら
创作活动，那在小英总统的努力以及像郑丽君郑部长的努力之上，我
们最好的人选，可以帮助台湾走向更正确的道路，并且让台湾更好。あなたは中国人であると、中華大陸に反抗せよ。
超级黑的煎饼，打来打去，用红布台湾的主团，听秀台湾的，台湾未来的这场的选择内底，所有无分老中青三代，大家人合作伙，同齐为台湾拍拼，祝贺咱，帮咱打这个。咱同齐来看，小英动算，小英动算，小英动算，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 哇！当然，台湾还继续加油，咱共同来看，台湾。代表を務めております蔡でございますが、
さん、この場をですね、このような盛大な意義ある蔡英文講演会の立ち上げるパーティーに出席させていただくことを大変嬉しく感じて思っております。まあ、この場をお借りしまして、皆様に一言感謝の言葉を申し上げたいと思います。日頃ですね、日本と台湾の人材を守るためにいろいろお力を賜りましたことを大変ありがたく思っておりますが、けれどこれからですね、日本と台湾の関係がますます重要になっていきますから、特に来年の1月11日の台湾総統選と国会選挙が台湾の未来の発展をかける選挙かなと思いますが、台湾の人々は日本の未来を選びますが、けれど日本の友達もアメリカの友達もぜひ引き続き台湾のことをよろしくお願いしまして、私のお祝いの挨拶とさせていただきます。谢谢大家、谢谢。朝日新聞も、やめて古いになられてから、テレビでもいっぱいだったので、ご存知の方も多いかと思います。この春、大東文化大学の特任教授になられました。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、どうぞ。
残念ながら落ちてしまいまして、この昨年の統一地方選挙で国民党に圧倒的に敗北するという結果が出ています。そこにどのような原因があったかということについては、どうかになりますので答えられませんけれども、今台湾の社会では人々が多くの不安や悩みを抱えて、そして新しい希望を求めて彼らの支持を非常に速いスピードで変えていきたいと思います。ですから昨年の末に圧倒的な形で敗北した民進党が半年経って今ですね、非常にこう急激に復活して、国民党の韓国の候補と近い候補が互角あるいは上回るところまでまた盛り返してきました。ではじゃあ半年後にどうなるのかというところを考えて、これはまたさらに予想はつけないと思います。ですから今の段階では全く楽観はできませんけれども、ただ現状で言えば蔡英文総統の支持率、支持が上向きになってきており、一方韓国関係、国民党候補の勢いが落ちてくるということは言っていると思います。残り5ヶ月の時間の中で民進党がどのような新しい政策を打ち出すのか、そのところを伺っていきたいと思います。今台湾の選挙は台湾の中だけではなくて、米中対立、香港情勢、さまざまな局面の中で非常に大きな重要性を持った状況に、直面しているということは、これは疑いのないと思います。その中で台湾の未来がどのように変わっていくのか、この選挙で台湾の人たちがどのような選択をするのかということについては、おそらくかつてないほど世界中の人々が、もちろん日本人も含めて高い注目度を持って台湾選挙を決めることになると思います。この日本の中でも様々な場所で企業会館に登場したりという中でですね、台湾への注目度がかつてないほど高いということは私は日々に感じています。一方今の台湾の中で日本との関係をどのように作っていくのかということについては、蔡英文政権1年間、この3年間の間は必ずしも十分の方向性を満たすことができなかった国内政治の方向に混乱されて、そちらの方向が気が合わなかったというところもあったと思います。ですけれども、基本的には日本と台湾の関係を強化していこうという民進党の方針は日本の中にも大変関係されております。ですから、仮にですね、2010年の総選挙で蔡英文総統が再び当選した場合、1年以上により強力な対日政策、対日外交を考えて、多くの人材を集め、それだけの日本と台湾の関係を高めていく、そのような方法に今後の5年間、応募していくと、そのふうにも、大きな意識は強く。とにかくですね、今日本は東アジアを見れば韓国、北朝鮮、中国、決して友人にはならない国に囲まれています。その中で間違いなくお互いの国民が十分な善意と好意を持って付き合えば台湾しかありません。これは日本の中でかなり立場、かなり政治的なポジションなどを超えた公共の認識の共通理解だと、その中で台湾がどのような関係を作ってくるのかということは、今回、これから2020年1月に控えた選挙を受けてですね、一人一人の日本人が考えていくべきことを考えてほしいことだというふうに私の方は思っております。それで私の話を終わらせていただきます。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。私が台湾を意識するようになったのは、今日も会場にいらっしゃっています超スペシャルゲストの金慶蓮先生の存在が非常に強くあります。金先生のような方が台湾人であり日本にいらっしゃるということを非常に強い印象とともに見ていました。さらに私は1986年から中国の大学に留学していましたので、
というものと台湾の違いというのは実はその頃あまりよく分かっていなかったんですが、90年代の前半から行ったところでいかに台湾と中国が社会も人も違うかということをよく認識しました。それと同時にやはり日本人の、まあ、方たち多くはこう思っているわけですが、自由とか民主は空気のように感じています。でも現実的には台湾は無月革命という形で離島者の時代に自由と民主主義の下でという直接選挙ができるようになりました。その上で今中国が拡大をしていき、そして、まあ、台湾とても近い香港というのが一国二制度という名の下でまさに中国の牙城になりそうな状況です。でこれを今世界は許そうとしていないので、私としては台湾の民意、そしてアメリカのトランプ政権の力、そしてもちろん日本が強い自由と民主の国を持っている国として台湾を応援することが絶対的に重要だというふうに考えています。ぜひ皆さん、私の残念ながら選挙権はないわけですが、気持ちとしてはもう一人として自分としては100票を入れていきたいというようなくらいの気持ちです。ですので蔡英文政権である蔡英文さんを皆さんで応援していきたいと思います。ありがとうございます。こちらの方もお願いいたします。人が来た。
継承していくと思いますけれども、大学の日本語と日本語の文化との関係を研究しながら推薦していこうと思っています。今日はこの在園の講演会を発足したことは本当に嬉しく思います。皆さん頑張ってください。これは応援します。よろしく。いや、すみません、ありがとうございました。まだ成功じゃなかった。それではここで、2020年蔡英文総統来賓受付オフィスの、今回公開大事ですね。台湾で続けられるかどうかという重要ですね。より、スペシャルスピーチを、いただきたいと思います。未来英語教育大学生宗教党的庄浩汉先生进。宁夏先生，你从哪里来的？呀，去年的11月29日，统一中央选举，咱们来赵忠正总会长，来中里县文总会长，来郭俊明秘书长，还有我们陈菊秘书长，还有我们刘国政顾问，还有我最敬爱的金美玲小姐女士，各位日本友人，各位咱台湾的乡亲、兄弟、媳妇，大家安安，大家好。真欢喜，看到今日哦，遐大个场面，大家支持咱蔡英文，支持咱台湾，这款的热情，我相信咱明年一月十一。咱一定做伙来迎接胜利，安尼大家好唔好？甲大家讲好，今日大家参加，我心内足侪感慨。我记得我今年一月二十五才来参加，啊，迄阵拄好民进党，拄好在旧年，哦，失败，真惨重，即失败两个月。我甲咱赵忠正会长、甲咱俊明兄、啊甲咱钟礼兄呢，啊大家一组的，迄阵的气氛啊，会使用一句话来讲，处处相对。啊，迄阵咱赵忠正会长，有咱真侪建议，有咱真侪在提醒。啊，我退休了后呢，我拢有甲这咱蔡英文总统哦，来做一个书面的报告。来反映着咱海外乡亲的这心情，所以咱会使看到，咱自咱失败了后，来心情，咱痛下决心，彻底的检讨，蔡英文该变了结啦。啊，咱外亲的应该会参选，已经参加初选，产生了一种激励的效果。果然蔡英文变2.0，果然蔡英文的这民调也节节的一个上升，所以。我亲的，加咱这蔡英文，拢是咱台湾吼政治的共同资产。为因两个领导，咱起码已经突破困境。咱看卖，在我给蔡进前，咱台湾吼所有这重要的媒体，不管伊的色彩是啥物，差不多咱看十个这民调吼，咱蔡英文总统。关键一对一，跟韩国也一对一的时候呢，都赢10%-15%。啊啦，关三卡都还赢什么5%-8%，安尼中间。所以，咱即个形势，甲即个去年那个白的时候，会使讲不可同日而语。啊，这就是，咱来感谢咱大家乡亲，咱日本尤其咱日本。乡亲的这制度，尤其我记咧，今年年休假，咱在这个外亲的城市来咱日本访问的时候呢，特别来支持外亲的义工呢，又特别发表了一个感想。咱今年年休假讲，咱爱共同这个创业活动，做西班，啊，然后呢，外亲的还讲，总是迄阵我拢有同款的意见。但是呢，咱即摆咱看下，即摆发展
我是安尼，就是照咱经理人所意愿的安尼来发展，这是台湾上好发展，大家对唔对？啊，这个是我是啊，啊，甲咱经理人女士来，咱就花香吹起来，多谢你，多谢你对台湾的支持，多谢你，我阿爹真是好嘅，受到你们上好上好。啊，最近民调相对来听，这些是真简单。咱民众，咱把咱看到这世界就是这个样，咱台湾徛在一边，咱是足清楚。我这个，尤其呢，即个渐渐的，这三年了后呢，民众慢慢啊，安尼去进来，思考着，咱这三年来，我操，想做好多好的，咱三年，这黑话来的。すみません、私名刺を。一見中央部的警官要西方的原因表示，就是第一是国号，第二外交，第三就是跟中国的关系。不，这个就是中国的关系。不是重大的事。一回，啊，一下我。就这样。国号，这个是无比的强大。但是我，那个就是讲，用我们的领导牌。不讲道理，不讲道理，做法，那做出来就叫没心没肺。对台湾的民心，对台湾的公平，直接到最重要。因为咱知啊，咱的国防可是无比坚强，咱家己也是雄心伟大。咱二零一六年五十年，震惊全世界。干杯！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 也飞弹的密度，是咱跟以色列并驾齐驱，咱做世界上好热身雷达，是美国的操作。看来即个，即个，是美国对台湾的这个军售 F-16V 是公认，等同现在的 F-22， 甚至比 F-22 的雷达火控系统还佳。啊，那么上个月，咱即个你跟美国关系够密切的。合作关卡比赛要打开这一年也失败了。总而言之呢，单件国防单件 X6B 的出售，那雄厚坦克的出售，各种飞弹的齐备，所以一如用过绰绰有余。那铁皮狗的转单七星航空 CSI 他说等你过来一起关机票了，我姐姐有了 Fully equipped by American weaponTaiwan can defend itself. Taiwan can defeat any invasion from China. 所以我们在国防的这个信心，空前的强大。我们蔡英文总统的这个琢磨，可以说是功不可没。这都不是偶然的。另外，外交上大家都非常清楚，我们最重要的两个外交友邦，就是美国跟日本。我们美跟美国的友好程度可以说达到历史之最。有人形容说，美国几乎是把空白支票给了台湾。那这些像台湾旅行法、国防授权法，还有现在的台湾再保证法，以及台湾再保证法是414票对0票的。美国的这个前中院议长说，美国这40年来从来没有这样一致性的支持我们的法案，因为他们有政党认同。但是在这样的情况之下，他们一致性的支持台湾，给台湾这么强的掌握。我们看到日本跟安倍政权的关系，我们看到欧盟对台湾的特殊的一个利益，我们得到欧洲坚守民主，我们在民主自由人权上面的一个表现，得到举世的肯定，所以我们外交的支持力道可以说是同情。那因为时间的关系呢，两岸大家想想看，这个两岸关系，虽然在我们蔡英文总统的坚持之下，我们寸步不让，我们对主权的坚持是寸步不让。那这个寸步不让呢，我们也让中国不能出口，但是在同时之间呢，我们维持了和平，因为
大家都知道，全世界所有的和平历史告诉我们，所有的和平都来自于实力的军队，并不是来自于善意，并不是来自于签和平协议，反而善意跟协议是引来战争的一个最大元凶。我们维持了台海的和平，我们仍然促进了两岸的经贸的一个发展，然后同时间我们寸步不让，我们寸步必争，我们在主权上维持了台湾的最大的尊严，这绝非其他的候选人可以办得到。有其他候选人，大家回想一下，说一定要跟中国非常和平，说要放弃武力，一面倒向中国。另外呢，有候选人他跑到了这个中联办去偷偷的说，中联办就是执行一国两制的地方，而这个所谓国民党的九二共识，他宣称有五中各表，是吧？在习近平近年年初的一个发言，坚决不涉及什么地方，一中原则就是一国两制。那这个一国两制，他们去符合的这样的一中原则的一国两制，请问他们保得了台湾吗？他们一定会把台湾的主权拉出去。所以，为了台湾的主权，为了台湾这个国家，我们一定要让蔡英文继续连任，大家说好不好？好。再跟各位报告，蔡英文总统的经贸政策，GDP 的成长、外贸的成长，各方面的数字都是最近十年来最佳的数字。那我们在亚洲视角也重新的夺回老同的这个宝座。将来我跟日本、跟美国的合作，我跟各位保证，以我在青岛的这个经历呢，台湾跟日本、跟美国的合作形成铁三角的合作，将来也会引导全世界的自由贸易，引导全世界的工业实力，台湾会创造另外一个经济奇迹。所以请大家无论如何很支持这样坚定的中国，支持政策这样明确的中国，让它在多多变，好不好？好，谢谢大家，这是最重要的，最重要的。那么今天要特别的感谢我们陈菊秘书长，陈菊秘书长是我们蔡英文总统最倚重的政治伙伴，那也是我们最具分量的这个政治人物。那么他今天能够代表蔡英文总统来，证明蔡英文总统对大家的重视，对日本的重视。那我们明年大家一定要买国投票，有钱出钱，有力出力，大家明年一起共同迎接胜利。谢谢大家，谢谢。大家好，欢迎各位大家来。今天是唱歌唱歌的时间，是咱大家做一来唱歌，咱大家做一来唱一条，来唱《唔通向台湾》。台湾歌，台湾的，大家收起台湾歌，唔通向台湾。时间が長かったんじゃない？そうね。はい。彼女とね、因縁あったね。私はちょうど覚えていないから。今後は気象結婚で、彼女を台湾から脱出させるため、気象結婚。Thank you.
一个人，大家加油！所以我只讲讲较简单的，用台湾的，希望大家好做工，包括专业台湾动手，哦，结束咱今日的事，是不是啊？我只要开始我去，希望大家对我大声，包括专业台湾动手，来，加油们！